おつゆの死を知り、死んだ武郎はおつゆを思いながら念仏を唱える日に、お盆の十三夜、カランコロンカランコロンとどこからか下駄の音をして、ボタン灯籠を片手におつゆとお米が新三郎のもとを訪ねてきました。死んだと聞いた二人が現れ、新三郎はびっくりしましたが再会を喜び、新三郎とお米はお峰はおつゆは一線を越えてしまったのです。間違えた。